国道152号。長野県上田市から茅野市を経由して、静岡県浜松市に至る国道。この道の歴史は古く、縄文時代には静岡から塩を運ぶルートだったことから、塩の道と呼ばれてきた。戦国時代になると武田信玄が浜松へ攻め入る際の軍用道路として用いており、兵庫市峠や青崩峠と名付けられた道がある。江戸時代には秋葉信仰が関東、東海、北陸へと広まり、秋葉神社への参詣道となったことから秋葉街道とも呼ばれるようになった。国道152号は、日本最大の大断層である中央構造線に沿っているため、何重もの断層が入り乱れており、道路工事が難航している。そのため、国道ではあるものの、未開通区間が何箇所かあり、落石や土砂崩れによって、頻繁に通行止めとなる。今回の旅は、浜松を起点として、国道152号の途中に位置する、長野県の道の駅、遠山郷を目指す。